人んちのものって絶対に盗んじゃダメだよね。なあ、リンク。リンゴを盗むリンクでやった。草吉村長は寝てる。草吉が寝てる。奥さんが寝てる。そしてお子ちゃまも寝てる。あれ、お前ら夫婦一緒のベッドで寝ないの？ねえ。倦怠期かな。そんなのはどうでもいい。人んちのものは絶対に盗んじゃいけないよ、リング。リンゴを盗んでしまった、リング。ひどい子だ。こいつは本当に英雄なのかな、ということで、本日もゼルダやっていくんですけども。久しぶり、果ての村。果ての村、私大好きなんだよ。私のゼルダで一番面白かったのは多分果ての村編でしょうね。そんなこと、あ、万作！万作！お前、なんだっけ、ま、アイビーちゃんだっけ？うまくやってる？お前の恋どうなった？ラブファイヤー、フォーエバー、アイビーさん。まだお前はそれ割ってるんだ。頑張れって。お前勇気出して告白しろって。村長選で騒ぎになってたし。この村を治める村長を決めるってんで、村長選をやってたんで知ってるよ。リングが手助けしたんだから、ばっかたれ。まあ、結局、サゴルさんが辞退し、草谷さんが村長続けようだったんだけど、二人ともまあ、裏のこと考えて熱くなりさって、俺も立候補すればよかったな。そしたら、モテまくり間違い、もう、ね、動機が不純。お前みたいなやつ。そう言うと、アイビーさんはお前に恋をしない。まだ俺と話したいことでもあるのが、お前さ、せっかくお前の恋を応援しようと思ってんのになんていうことを言うんだ、お前。どうせ話すのは可愛い子ちゃんがひどい冷たいことを言う。こいつはもうダメだ。もうアイビーちゃんと、お前振られろ、すぐ。すぐ振られろ。ということで、本日もゼルダやっていくんですけども、本日もですね、ホコラ会になります。で、すいませんね、最近ホコラ会で。でも、ホコラがいろいろやってないですよ。で、一通り見渡したところですね、どこだっけな？あ、ここが絶対怪しいよね。ここにさ、根が絶対あると思うんだよ。で、ここに多分ホコラもあると思うんで、ちょっとね、まず根から行こう。根から攻めて、行きたいと思います。ちょっとここの根を行ってきます。あ、なんかいる。なんかいる。お主を倒させてもらう、ゴーレムさん。ほら、なんかいるな。ブラックゴーレム。あ、上等か。上等じゃねえか。上等だけに。上等。あれ、ブロックの方がいいや。あー、爆弾1個無駄にした、バカ。バカ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 。爆弾。はい、さようなら。待って、武器。もう30、49でいいかも。49でぶったたいて、あれどこにいる？あ、あれ？まだダメだ。どこ行った？待って、あー時短だ、踏まないで。待って、ウルトラハンディで、俺じゃない、あいつだ、いや、家変わる！やめてくれ、危ない、ウルトラハンディ、あれ、ウルトラハンディ、これだよな。あ、なんかまた家変わった。これ、どこ、見つけらんない、あれか、バカ、治っちゃった、次どこだ、これか、あー、怖い、降りてこーい、よし、食らってる。降りてきた、取れる、待って、取れる、いけー、あーちまちまやってんじゃないよ、リング、ちまちまやってんじゃないよ。おや、降りてこい。取れる、オーケー、いけ、よし、登って、出て、これをぶん殴っていこう。はい、リンク、ぶん殴っていこう、どんどんぶん殴っていこう、はい、回転しよう。どんどん、終わる。はい、これで終わりじゃー。楽しい。すごいでかいの。でかいのが。ありがとうございました。で。
まあ、兵士の槍でもつけとくか。兵士の槍にこれをつけて。はい、せーの、合体！強い。強い武器がまたできた。ここは何もねえのか。なんか地底に来たけど、地底に来てこいつがいたけど、特に何もねえな。あ、ここだな。で、とりあえず、さよなら。あ、あるじゃん、あるじゃん、あるじゃん。根があるじゃないか。あれですよ。私は求めていた根は君です。あの根です。そうですね。はい、あれです。ゴングルダニの採掘場。さよどこですか。あれ？あれ？なんかあるこれ。あ、いいお宝だ、絶対これ。これ何これ。どう？なんだ、対空の勇者ズボン。え、鳥に乗って空から現れた勇者が、すげえ勇者がいたやつ、いたんだな、昔。いつも履いていたと言われているズボン。騎士団の制服だったらしい。おお。ちょっとズボン履いてみる。せーの。別にかっこよくはねえよな。することね。とりあえずこの根を。ウニ女子の根。よし、ここ明るくなった。ってことで、この上に祠があるはずなので、この上の祠はね、行ってないので、ちょっとここ行ってきます。ここの祠を今日行くぞ。ええ、おっかねえやつがいる。ちょ、君おっかない。やめて。そして君たち混乱してて。君たちは混乱してください。混乱してください。ちょっと、この部屋適当に遊んどきます。煙だけ、煙だけって強えな。ハテナになってる、ずっと。ハテナじゃないんだよ。ハテナじゃない。さようなら。さようなら。ありがとうございました。祠あるよ、この辺に。浜の祠。なくね？え、この上なんだけどさ、地図的にはこの上なんだけど、あるよ、祠。この上に祠って、なくね？え？ないじゃん、祠。あ、下方向だって。この下、なんかまたあいつらいんな。あいつ何匹いんな、あの白いやつ。まあいいや。洞窟があんだな、じゃあ、これ。どこだ？下方向。あ、あった！洞窟があったぞ。ここだな。こっから行くんだ。なんかみんな敵がいる。ゴングル山の洞窟。ええー、じゃあこれを進んでいけばなんかでっかいのがいる。君たちちょっとほっとくんね。ほっときます。あ、いた。え？あれ？こんだけか。あれ？ここじゃねえ。ここの洞窟じゃねえのか。畜生、君たちじゃなかったです。あ！あった、さっき。君たち、どうでもいいっす。ここだな。ここで、これ燃やして、はい。あ、燃えた。で、この先に行くと、あ、これがあるわけか。あ、抜けたぞ。あ、またこれがあるのか。めちゃくちゃあんな。これを壊していかないといけないわけね。なんか敵がいそうだな、この奥も。うわ、敵がいる。よしよし、抜けた。よし、この奥は？この奥、まあ、敵はとりあえずほっといて。この奥をどんどん、あれ？抜けちった。あれ、でもここだよな。あった、ここであった、あった。ありましたね。ここに祠がありました。つうことで行くぞ。ジョジョニューの祠。さあ、なんか裸にさせられてるってことは絶対戦いの試練だ、ここ。もういいよ、さすがにこれはカットさせてもらいます、皆様。面白くないでしょ、別に。これを見たところで。つうことで倒していきます。危ない。さようなら。あ、なんかいる。さようなら。あ、上にいる、怖えのは。これ、戻れ子だな。おい。え？なんか、やべえやついね。よし。さようなら。
ほい。これで終わりか？こいつで終わりや。なんか全然楽だったこの祠。特に苦労せずクリアしました。パンパラパララン。はい、ありがとうございました。タンタラララーン。いいね。で、とりあえずここが終わったんで、ちょっともう少しぐらいやろうかな。で、あとは、どこだ？絶対ここに根あるよね。根と祠は絶対ここにあるけど、ちょっとここの根行ってくるわ。お、あるじゃん、根がやっぱ。はい、見つけました。キズミオの根。あ、いいね。綺麗になって、マップ、やっぱマップが綺麗になるって素晴らしいよな。ってことは、この上に祠があるんで、行ってきます。ここだね。はい。なんか、地上絵もあるな。とりあえず、地上絵は地上絵界でまとめたいんで、今日はもう祠です。地上絵はちょっと無視します。でもなんか上から見てる限り、祠は、見当たんねえけどな。祠ある？上から見る限りないよね。ここだ、ここら辺。ここら辺のはずなんだけど、祠がないってことは、やっぱ下ってと、そういうことだよな。また洞窟的なものが。あ？これか？この中か？あ、違う。あ、こっちだ。こっちで。この下なんだよな。下にはどうやって行くんだ？あ？絶対怪しい。発見。ターム岬の洞窟、絶対、え？なんかいる？参ったなーって言ってるやつがいる。一旦今日ここで切るか。すげえ中途半端なんだけど、今私も1時間ぐらいやってんだよね。まあ、多分編集するとそんなに長くねえ気はするんだけども、ちょっと今日はね、今回これで一旦切らせていただきます。なんかこれ水位が上がったり下がったりしてるこれ。面白そう。ということで次回はね、なんかここに困ったちゃんがいるので、まあ、この子に話しかけて、まあ、ここのね、多分この先には祠があるでしょうから、うん、ここに根があったので、やっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。君はずっと困ってるんだね。バイバーイ。いやーいやーあんまり気にしないと思うから、さあ、いった一発コンボが入って無理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 だ、こいつは今挑むよ、ないじゃん。待って。